ていきますね。こちらです、ドン。はい、これやばいね。あにゃせよ、22ムニザーポンテです。ということで、やばい、最近さ、そのファンタがもう一回コラボするとかさ、あの構成ビセさんともう一回コラボするみたいな動画いっぱい出してるんだけど、本当にちょうど昨日さ、その今までタイアップしたとこじゃないとこともね、タイアップとかしたらめちゃくちゃ嬉しいよねみたいなまとめ方をしたんだけども、昨日の今日でなんとプーマコラボ、プーマタイアップが決まりました。もうめちゃくちゃ寝起きでね、まだ目も開けてないんだけども、いや、ちょっとこれびっくりした。これびっくり嬉しい。びっくり嬉しいですね。これはもう完全に。ということでね、オリコンミュージックさんがね、記事にしてるので、それをちょっと見ていきますね。はい、こちら、20×プーマが初コラボ、厚底スニーカーを取り入れた最新コーデ披露ということで、厚底スニーカーが今回のテーマというか、タイアップなのかな？はい、9人組ガールズグループ20がスポーツブランドプーマと初タッグを組むことが決定した。20が起用された厚底スニーカーの新キャンペーン、ニュースタイルニューユー、プーマ厚底第1弾だよ、まだ。が、10日からスタートする。今日が9か、明日からか。やばいね、それは。またこの写真7枚あるんで、後で見ていきますね。でもなんかもう雰囲気いいよね、なんか。今回の雰囲気マジで好きなのよ。今回いいな、これ。ここ数年、女性を中心に厚底スニーカーがファッションアイテムとしてトレンドになり、プーマで展開している厚底スニーカー、メイズやカリウェッジ、スウェード眉なども人気。マユカちゃん、スウェード眉でしょ、完全に。こんなん。いいね。うわ、マジでいい。この写真マジでいいね。こういうのマジで好きだ。あとでじっくり見ていきます。2022年春夏シーズンは厚底スニーカーのキャンペーンモデルに20が登場。夏まで20やで、プーマ。やばいね。いつもより数センチ目線が変われば、見える世界や景色も変わる。これまで躊躇していたこと、諦めていたことにも一歩チャレンジできるというね、ポジティブなメッセージを発信するということで、もう素晴らしいです。素晴らしいです。ニュースタイル、ニューユー、プーマ厚底第1弾キャンペーンでは、20のメンバーが個性豊かな最新春夏ファッションに身を包み、プーマの厚底スニーカーをポイントにしたフレッシュでポップな最新コーデを披露する。また第2弾が実施される4月から第2弾には、NiziU が出演するスペシャルムービーを公開。見たいです。第3弾は厚底サンダルを着用したビジュアルが、登場予定。夏はサンダルが出るんだね。これやばいね。もうだって、ね、女性の皆さんがこれ絶対買うでしょ。はい、ということで、今日ね、ちょうど僕20のね、夢を見てた20の夢を見てたところで、今日ね、昼から研究室だからそれ行かなきゃいけないんですけども、ちょっとじゃあね、7枚写真があるということで、それもちょっと見ていきますね。じゃあまず縦と横で同じビジュのやつあるので、縦の方がね大きいので縦見ていきますね。こちらです、ドン。はい、これやばい。ちょっと待って、これめっちゃ興奮しちゃってるわ。これいい。このストリートな感じ、ちょっとダンサーなのかな、だからかな。ダンサーだからかちょっとわかんないんだけど、うわ、めっちゃいいな、これ。これめっちゃいい。もう声裏返っちゃえ。うわ、このみぎちゃんのこのポーズとかもめっちゃいいね。このちょっとチャラい感じの、こういう感じで。これめっちゃいい。ま、もう、なんていうの、最前列にまやちゃんがね、黒い服っていうのがちょっといいわ。来て、で、そのね、後ろのね、りまちゃん。これちょっと今回の MVP と言っても過言ではないんだけど、肩出しときゃいいわけではないんだけども、ちょっとね、りまちゃんの雰囲気に似合いすぎてるね、これ。ちょっとじゃあ2枚目、3枚目とか見ていきますね。はい、じゃあまたね、同じビジュだったんで、横と縦あるんで、縦を見ていきますね。はい、こちらです。これやばいね。リマちゃんがやばい。これ、リマちゃんやばくないか。似合いすぎてるぞ、リマちゃん。リマちゃんやばいぞ、それは。あー、いいね。まこちゃんのちょっとフレッシュな感じの感じ、スポーティーな感じもいいね。あ、まやちゃん、中オレンジのそういう感じになってたのね。なるほど。あやかちゃんなんて可愛いね。なんかテニスしてそう、あやかちゃん。あれやってたしね。あれで、スター指定審査で。なるほどね。で、リオちゃんもかっこいいね。ダンスしてそうだわ、リオちゃんは。明らかにダンサーだね、これ。スポーティーなダンサーというか。なるほどね。なんかこの
マヤちゃんとリマちゃんとリオちゃんみたいな、こうなんかちょっとなんていうの、ストリート系なスポーティーな感じのと、あの他のね爽やかなね感じとか分かれてるね。え、次からね3枚ね、3人ずつがねこうポンポンポンとあの起用されてるので、それも見ていきますね。まずこちらです、ドンということで、リオちゃん、あやかちゃん、まやちゃん、はい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 、やばいねー、これやばい、ちょっと今回のビジュやばいわ、ちょっとやばい。あの僕ね、あの昨日さ、そのビセアバンとのコラボの時も思ったんだけど、やっぱ僕ね、こういうビジュのが好きですね、こういうビジュのが好きですね。これやばいね。あ、でもまやちゃん好きだわ、やっぱりまやちゃん好き。でもこのあやかちゃんのね、この爽やかな感じとか、これやっぱダンスやってる身として、このリオちゃんのね、ちょっとダンサー感もこれ好きですね。これうわ、膝破けてるんだ、リオちゃん、ナイキっぽいけど、これプーマなんだね、これ破れ方ナイキっぽいんだけども、プーマだよね、やっぱり。はい、次ボン、あー、なるほど、天才がおるやん、マリミ起用してるやん。3人組でマリミ起用するのって珍しいというか、あんまなかったよね、なんやかんや。どっかで1回か2回あった気がするけど、なんやかんやね、マリミ3人ドドドンはなかったんよ。天才おるやん。しかもなんかちょっとあの3人ともブルーな感じで、アラーム鳴るな。3人ともブルーな感じでね。うわ、これめっちゃいいな、かわいい。ミヒちゃんの表情めっちゃかわいい。うわ、いいね、いいね、いいね。これめっちゃテンション上がるわ、朝からテンション上がる。え、でもやっぱりリマちゃんいいね、めちゃくちゃ似合ってるわ、この野郎。この野郎って言っちゃった、似合いすぎてこの野郎っていうのあんまいないな。うわ、めっちゃいい、めっちゃいいな。なんかまこちゃんもさ、この2つ結びしてるんだけども、なんか大人っぽいというか、お姉さん感あるよね、これ。うわ、いいです、いいです。でもなんか爽やかでフレッシュな感じ出てます、いいです、いいです。うわ、これ女子だったら絶対に勝ったな、くそー。で、最後、はい、こちらです、りくちゃん、にらちゃん、まゆかちゃんということで、いいね、これのように、これ、あ、台が1個だけあんのか、台が1個だけあって、りくちゃんがその台にこう足かけてるみたいな感じで、この3人ちょっと爽やかな感じですね。あ、まゆかちゃんのズボンそうなってたんや、なるほどね。で、全身プーマなんだな、これみんな。てか、プーマでこんなにコーディネートできるんだね、いろんな形の。これ、どれか1個はさ、自分の好きなファッションな感じあるんじゃない？どうなんだろう、わかんないけども。ニナちゃんのこの柄な感じもいいね。まゆかちゃんのチェックもおしゃれだしね、これ、すごいな。皆さんはね、どのファッションが好きですか？皆さん。僕はでも、まやちゃんとね、リマちゃんでしたね、今回は。リマちゃんめっちゃ似合ってるね。これやばい。今回の美人やばいですわ。これやばい。これ本当にやばいんだけど、どうしよう。はい、ということでね、プーマタイアップね。うわ、これ嬉しい。新しいタイアップってやっぱ嬉しいね。新しいタイアップ、まだこれね、第2弾スペシャルムービーとかね、あの第3弾の夏頃には多分あのサンダルも出てくると思うので、その情報とかもね、どしどし出していこうと思うので、これぜひね、ビジュの方はチェックしてください。ということで、こういう感じでね、ビジュの情報だったり速報だったり、他にもね、リアクション動画だったり、グッズ開封だったり、最近はね、あの20のファンアートみたいなものをね、紹介したり、この20のね、あの部屋を作っていくシリーズだったり、とにかく20に関する動画をたくさん上げてるので、鼻詰まっとるな。とにかく20の方はね、チャンネル登録して、20をね、一緒に応援できたらなと思います。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。